皆様こんにちは、たかしです。今日はね、よく、SNS とかで浮遊している写真っていうのを見ることもあるんじゃないかなと思うんですけど、そう、その浮遊している写真ってどうやって撮るのということでね、今回ちょっと作例というかテストを交えながら、解説をしていきたいと思います。はい、ではね、合成編ということで、合成するための素材を2枚用意いたしました。でそれをフォトショップで開いております。でね、この写真2枚なんですけど、何が必要かっていうと、浮いてる写真 と、その浮いてるところの背景が写っている写真が必要です。で、これもねルールがあって、三脚を使って撮ること、あとマニュアルフォーカスで、例えばこう目に合わせて撮ったとしたら、そのマニュアルフォーカスのまんまでこっちの背景の方も撮ってあげること、あとはマニュアルモードで絞り、シャッタースピード、ISO 感度っていうのを固定してあげたまま同じ明るさで撮ることと。今回この2枚を作らせていただきまして、で、ね、このボックスっていうのがいなくなって、代わりにこの座布団の部分が表示されるように浮遊画像っていうのを作っていきたいと思います。この背景の方、これの上に浮遊している写真っていうのを重ねていきたいと思いますんで、浮遊している方のこのレイヤーからクリック&ドラッグでポンと、でこれでレイヤーが2枚重なりまして、ちょっとこの位置をねぐーっと合わせてやって、調節をしてやって、こんな感じになるようにしてください。で今回ね、このマスクという機能、これですね、を使ってこの箱っていうのを消していきたいんですけど、これねどういうものかっていうと、こうマスクっていうところを選んで黒で塗ったものっていうのが消えていくんですね。なのでよいしょ、わかりますかね、この浮遊している画像にマスクをかけて黒く塗ると、黒く塗ったところの背景がこの2枚目のこのレイヤーのものが表示されるようになると。この黒いエリアに関しては向こう側が透けて見えるので、この下のが見えるという形で、基本はこれをね使って、さっきのねこの箱っていうのを消していきたいと思う。ではね、さっきこうペンで塗ってたんですけど、ちょっと塗るのも大変なので、一回ねこの画像っていうのを、まあ、簡単に切り抜いてしまえるツールがあるので、そちらを使っていきたいと思います。一応ねこれレイヤーを複製しておきましょう。レイヤーを複製、はい。でこの、一番上のレイヤーにマスクをするので、この2つ目は今回瞳を閉じておきましょう。はい、でこれで、このレイヤーに対してですね、選択範囲、選択とマスクというツールを使います。で、使うものはこのクイック選択ツールというものを使って切り取っていくんですけど、あとはこの透明部分、選択しているレイヤーの透明度を変えるもので、後ろ側に何があるのかなっていうのを見ながらやることができるということで、ちょっと初めはこのぐらいのもので、やっていきたいと思います。でですね、このクイック選択ツール、どんなものかって言いますと、このピーッと押しながら、クリックしながらマウスを動かしたところの、この色っていうのをこう拾ってくれて、でこれを、マスクから除外しますよっていう機能、まあ、その表示したいものをこう選んでいくっていう作業になります。こうクイックイッとクイックイッと、でこの透明部分っていうのをこうギューッとすると、選択されているものっていうのは何なのかっていうのが分かります。これは元の画像ね。でこれが今選択している画像なので、まあちょっと分かりやすいこのぐらいにして、これね非常に便利なツールで、まあ、当然最後に細かい修正っていうのが必要になってくるんですけど、これでざっくりとの切り出しっていうのができちゃったりするので、僕は結構使うことが多いです。
まあ、正直、今回切り出したいのはこの足の部分なんですね。このボックスと足を分けるためのものなので、まあ、その他は特段気にしなくてもいいのかなと思います。でちょっと指がこれ切れちゃってるのでもうちょっと綺麗に。で例えばここちょっとはみ出ちゃったなっていう場所に関しては、これ今プラスって書いてあると思うんですけど、オルトキーを押すとマイナスになるんで、これで削ることができます。なんかだいたいうまい感じで切り取れたかなと。ちょっと靴下が欠けちゃってるかな。ではだいたい切り抜けたのかなということで、これで OK にします。これでもうだいたいね、この箱っていうのがいなくなったと思います。はい。あとはちょっとこの下のレイヤーをなんで取っておいたかと言いますと、わかりますかね、これも本当に人しか切り抜いてなくて、人のいる背景、この辺の影とかっていうのはねうまく拾えないので、よいしょ、これもオンにして、これもレイヤーマスクをかけて、で足の部分だけ塗りつぶす。ブラシツールで黒を選択して、こんな感じでカーッと。はい。どうでしょう、なんとなくね切り抜けたのかなと思います。ちょっとこのつま先とかっていうのが欠けちゃっているので、こういうのはこの一番上のマスクのところを選んで、この欠けてるっていうところは塗りつぶされてしまっているところなので、消しゴムのツールでキュ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 とキュ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 と、で消しすぎてしまった部分はまた改めてブラシツールで、これをいろいろ調整をして、こんな感じで不透明度の調整とかもね結構大事です。どうでしょうかね、なんとなく切り抜けたのかなと思います。でね、そしたらここのところに合わせて影をつけるためのトーンカーブを入れていきます。ここで右クリックをしてトーンカーブを押していただくと、ここにトーンカーブが入るようになっています。このトーンカーブで何をするかっていうと影を作ります。なのでぐーんと明るさを下げていただいて、でこれに対してね影をつけていくので、まず一回黒で塗りつぶして完全に全部マスクをかけて、で影をつけたいところだけこの消しゴムツールを使って影を乗せていくということになります。でね、この時大事なのが、どんな感じで影がつくのか、ライティングの具合によって変わってくるので、しっかりとどんな形の影がつくかっていうのを自分の中で想像しながら影をつけていってあげてください。こんな感じかな、こんな感じかな。でちょっと濃すぎたらこの不透明度をいじってスッとていくというのが大事だと思います。ちょっと濃すぎたかな、どうでしょう、なんかそれっぽくなってきたかな。はい、なんとなく浮いてるんじゃないでしょうかね。こんな感じでね、SNS 映えするようなこういう浮遊写真っていうの結構あると思うんですけど、まあ、そういったものでね、一遊びしてみるのも楽しいんじゃないのかなと思います。というわけで本日、浮遊画像、浮遊写真を作るということで、ありがとうございました。